皆さん、こんにちは。日本人の、神戸市民、淡井圭介です。本日、2023年7月の29日、16時15分。パチンコ店の歴史なんですけども、第二次世界大戦があって、その後、これもどこからどこまで本当の話かわからないですよ。朝鮮半島系の方とかにその仕事としてパチンコ店の営業を認めたとか、何せね、第二次世界大戦の後にそういうふうな話になったと、それはね、そこまで言っていいんかいという関西の番組の放送内容を見ていたりなどで、そういうことになってましたね。ただし、第二次世界大戦の頃のあの状況で家計動向なんか一人一人いちいちチェックしていれたかっていうとかなり疑問ですね。ただ単に原資、つまり資本を持ってる方たちなどがパチンコ店を出店し始めたんじゃないでしょうか。で、これもともと、裁判所の判例もね、裁判官によっていろいろ判断が違うっていうことは、テレビのニュースでも、ただ放送されているので、僕も何判断で動いたらいいのかちょっとよくわからない部分がある。で、安倍政権の頃にその辺もはっきりしましょうということで、本当はね、多分昔からそうだったと思うんですよ。パチンコ店って一度メダルに交換するでしょ。で、そのメダルを、お金に換金してるでしょ。だからそれ自体が確か違法行為だったはずなんですよね。で、そのエネルギーの残存量問題から考えても、いちいちその車でね、やっぱり駐車場あるじゃないですか。で、車で乗りつけて、ガソリン大量に消費して、さらに、遊技場の中で、エネルギーを消耗すると。で、これアニメ業界とか、その、ゲーム業界なんですけど、もともとパチンコ業界と組んでなかったでしょ。で、僕はちょっと驚いたのが、スクエアエニックスさんのロマンサガ RS、ロマンシングサガっていうシリーズ、もともと魔界闘士サガっていうところから始まったんですけども、それがロマンシングサガ RS というものがパチンコ店でもっていう話なんですよね。っていうことは、もともとそのお金をどこが出資していたかっていうことになるんですよ。これ、スクエアエニックスは巻き込まれてません。変に関わったら、食いついてこられますよ。お金の件。で、もともと漫画アニメ、ゲーム業界はパチンコ店に関わってなかったんですよね。僕は20歳ぐらいの頃は確かそうだった。だと思います。もうこれも僕ももうほとんど出入りしたことないんでわからないですよ。水戸黄門とかそういう風なところの、内容だったとは思うんですけどね。もう僕もね、どの辺の時期からどうなったかちょっと全然わからないんで、とにもかくにもね、余計な建物を作ってるだけなので、エネルギーの残存量問題もあるんでね。ここはちょっと厳しい対応、その価値の方は通ってしまったことによって何もかもが歪んでしまったんじゃないのかというのが、僕の見立てですね。IR 法のことですね。で、ああいうふうなギャンブル関係のところを、まずしっかりと消滅させると。そうすることによって余計な建物が建たない、エネルギーの残存量問題に対応できる、日本国内で土地が空く、畑が作りやすくなると。こういうような形ですね。その畑の上にその家建てる人たちが存在するでしょう。商業原理的にしか物事考えてなくて。それをね、まずやめていただかなかったら、もうどうしようもないんですよね。良いタイミングだと思いますよ。日本中のね。
パチンコ店とか、あとオートレースとかボートレースとか、ああいった掛け事関係で、オートレースもボートレースも、怪我人は出すは、エネルギーを余分に、ね、そのガソリン消耗するでしょ。作るのにも、エネルギー消耗しますからね。電気作るのに、ウラン庫、要するに原子力発電所の元です。ウラン庫を消費している。もしくはガス消費している。もしくは、石炭を消費している。どれかですから。まあ、さすがに重油の発電所は今時はなかなか見かけないんですけども、エネルギーの残存量問題から考えてね、余計な法律を削除したらいいんですよね。で、オートレースもオートレースも、法律でありますから、それ削除すればいいんです。以上です。政府の皆さん、全力でご対応のほどよろしくお願いいたします。